ツイッターで募集した最近ストレスを感じたホストの言動、イエーイ。単なる担当さんと話し合って決めてそれでいいって言ってるんだから、それなりに楽しみたいのに、わざわざそれを超えてくる、じゃあその超えてくるような接客をしろよって思うわけですよ、こっちは。これはやばいね、そのホスト普通にやばい。せーの、とんかつ。はい、どうもホスグレオイです。今日の企画はですね、ツイッターで募集した最近ストレスを感じたホストの言動、イエーイということでね、インスタの方でもね、ちょっとだけいただいたということで、結構ね、たくさんいただいたんですね。その中からピックアップして、こちらの方でやっていきたいと思います。またですね、匿名の子は匿名ちゃんで、で、出していいよって言ってくれた子はお名前をね、どんどん言ってくれる。その子たちね、普段からもね、めちゃくちゃなんか共感できるツイートとかしてると思うので、もしよかったらフォローしてみてください。はい、それでは、葵ちゃんのラジオ始まります。ラジオじゃないんだよね。だって画面に出てるから。本日はですね、最近ストレスを感じたホストの言動についていただいたので、こちらの方で喋っていきたいと思います。それではまずですね、ペンネーム匿名ちゃんからのお便りです。最近ストレスを感じたホストの言動ですが、同棲中の担当から私かっこデリヘル勤務が自宅待機なのをいいことに、待機中って LINE するとキャッシャーチェックでいいから来てって来ることです。こっちだって仕事中だしということですね。いや、これはね、だってね、お金払ってるんだからわざわざ行くんだったら飲みたいし入れろよ店にって私は思いますけどね。ね、指名ホストだけつけて欲しかったんですかね。これはちょっとひどいですね。それはストレスですね、確かに。お金もね、高いですから、普通にもう行くだけでね、指名だったらやっぱり1万ぐらいかかると思いますし、キャッシャーだけでね1万払って帰るっていうのはね、仲いいからできることなんでしょうけども。同棲してるんだね。もうでも断れないよね、そんなこと言われたらね。好きだしね。はい、では続いて、匿名さんからのお便りです。昨日担当にストレスを感じた姫です。先月一緒にお揃いの香水を買いに行って、相手はまだ前の香水が少し残ってたので、それが使い終わってからお揃いのにするって言ってたので、すごく楽しみにしてたし、担当もお揃いの匂いを楽しみってずっと言ってました。昨日一緒に遊んだ時に、見て新しい香水って言って、私とお揃いじゃない香水を見せてきたので、あれ私と買ったやつはって言ったら、この前お客様の誕生日やからあげたって言われました。ひどすぎませんか。それはこっちも不機嫌になるじゃないですか。それでお客様に渡すときに、私の顔浮かばんかったんって聞いたら、浮かんだけどずっと祝うって言ってたのに何も渡すものなくてそれしかなかったって言われて、じゃあ私が本で新しい香水はちなみに誰にもらったんって聞いたら黙ってたので、きっと他の女ですかね、もういいわ聞きたくないって言いました。めっちゃ嫌がってたら、じゃあ買えばいいんやろって言われて、同じ香水をイライラしながら目の前で買ってて、はいいわ別にその姫と同じ匂いになるのも嫌やしって言ったら、じゃあ俺はどうしたらいいって逆ギレされました。うざすぎる話でした。いや、これはひどいよ。これはこれはひどい。おいおい、お揃いのコース一緒に買ってんじゃねえ、それ他の女にあげるってどういうことやみたいな感じですね。子供すぎるでしょ。ってことはさ、3人一緒ってことだよ。無理じゃない、普通にカオスだろこれ。かわいすぎ、かわいそうだよ。てかこのホストさ、ひどくない？え、ひどいよ。全然お客さんの管理というかさ、情報をさ、うん、まあ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 、できてないよね。てかやばいでしょ、先月一緒に買いに行って楽しみとか言ってんじゃねえ。じゃあ椅子のお揃いの買いやつ買うな。めちゃめちゃ爪甘いよこれ。え、ちなみにゆうたさんは香水何使ってるの？大衆勝負。大衆勝負絶対今狙ったでしょ。確かにゆうたさん匂いしないもんね。そうだよね。はい、次のお便りです。ペンネームホスグルイちゃんからです。はじめまして。はじめまして。葵ちゃん好きすぎて YouTube 全部見たし何回も見てます。最近ストレスを感じたホストの言動の DM です。親友とホスクラに通ってるんですけれども、親友の担当が毎回毎回私の担当が席を外してる時に、親友ちゃんはいくらいくら使ってくれたよって予算ギリギリを言ってくるんです。賭けを絶対したくないのは私の担当知ってるから予算聞いてくれてるのに、いないいないとこで言われて本当に腹が立ちますと。私も変なプライドできてことないし、それを知ってるかムカつきます。担当に煽られるならいいけど、その親友の担当に煽られるのが毎回腑に落ちないんです。愚痴みたいになっちゃってすみません。いやいやいや、もうこれはね、結構ねあるあるなんだよね。一緒に同じお店に通ってて別の人を指名してることを、一緒に飲みに行くことを、友達と一緒に行くことを相番って言うんですけど、相番の子がね使ってるとこっちも使わなきゃいけなかったりとかあるのよ。そういう格差じゃないけど、空気読んでみたいな、空気読んでみたいな、シャンパンあっちが入れてるんだからこっちも入れようよ、空気読んでみたいな、あるんですよ。で、しかもなんかその分かる担当に煽られるんじゃなくて、ヘルプとか知らねえてめえ誰だよみたいなやつで煽られるもそうだし、予算内はもう予算内で担当さんと話し合って決めてそれでいいって言ってるんだから、それなりに楽しみたいのに、わざわざそれを超えてくる、じゃあその超えてくるような接客をしろよって思うわけですよ、こっちは。ここではっきり言うと、なんかまたおいちゃんはっきり言いすぎてとか言われちゃうけど、私は結構そう思うタイプだから。でもね、やっぱ自分のペースで通いたいんだから、なんかそういう煽りが嫌だったら、親友ちゃんとちゃんと分かっちゃった方がいいよ。で、ちゃんと決めた方がいい、本当に。でもこれはね、煽られるのはホストクラブだからって
ね、予算を超えるのはね、でもちゃんとしてるね、この子かけしないとかさ、もう偉いと思います。はい、次、ペンネームみやうちゃんからのお便りです。ツイートを拝見して DM 差し上げました。ありがとうございます。元担当なんですけど、ストレスを感じた瞬間の話です。私はその時未成年でよく緑茶を飲んでいたのですが、裏で氷結を入れたとヘルプに言われ、本当は飲みたいでしょ、え、飲めないのと煽られたも、私はその喧嘩に乗ってしまいました。キャパが分からなかったため、気がつけば潰れついて起こしてくれたのは担当だったのですが、体を起こしたらシャンコのマイクを渡されている瞬間でした。この時初めてのシャンパンで勝手に焼いたために、何を入れたかさえ分かりませんでした。手持ちの30万で間に合うよう20万くらいのシャンパンが入っていました。これが一番私がホスグレをしててムカついてストレスと感じた瞬間でした。これはちょっと腹立つわ、普通にストレスだわこれは。しかもよ、お金あってよかったわけじゃないけど、そのお金も大切にさ、みやちゃんが頑張ったお金なわけじゃん。確かに未成年だけどさ、それこんだけ持ってるすごいよマジで。すごいね。でそれをさ一晩にしてなくなるわけでしょ、うん、やべえよマジで。普通にかわいそう、これはかわいそう。はい、じゃあ次、匿名ちゃんからのお便りです。最近ストレスを感じた担当の言動です。私かぶりが死ぬほど嫌いで、私が行くときはかぶりを呼ばない約束をしてるんですけど、宅で普通に楽しく飲んでたら席回しで担当が抜かれて、初回ついてくるねって言われて待ったんですけど、そのまま2時間放置されて、さすがに遅すぎると思って内勤に行ったら、初回じゃなくてかぶりがいて、そっちの宅についていました。なるほどね、内勤さん言っちゃったのかなこれ。まあでもかぶりが死ぬほど嫌いなんだね。いやでもかぶり無理って女の子結構多いですよね。初回ついてくるねって、でも担当さんちょっと優しいよね多分言ってくれて。でも2時間放置つらいな。これってさ、ヘルペが楽しかったらさ、気にもならないわけじゃん、担当さんが戻ってこないなんて。きっとだからお店がそんなにあれなのかなとかたまに思っちゃうけどね。ここまで言ってるし、2時間放置はちょっとひどいね。1時間に1回は戻ってこいよって思うけどね。あと内勤に確認して、内勤も言っちゃうのちょっとやばいよね。だって爆弾じゃん、内勤さんが悪いですね。どうなんっけね、夢を見せさせられるから。そうだ ね、確かに。はい、次、ペンネームかえりちゃんからです。あおいちゃん、はじめまして。はじめまして、いつも楽しく見ています。ありがとうございます。私は先月誕生日やったんですけど、担当に誕生日は絶対予定開けててって言われたので、嬉しくて何も予定入れないでいました。偶然誕生日は天休日でした。おお、めっちゃいい。したら誕生日の朝電話かかってきて、他の女の子にかけ飛ばれて、お金なくて立て替えられないし、今日は日雇いのバイトしてくると言ってドタキャンされました。そしたら担当はおもしい、普通お店にも連絡がなく飛び立ってしまいました。発言というより行動ですが、もしネタになれば嬉しいです。ありがとうございます。やばいね。おもろくない？いやー、ちょっととりあえずカエルちゃん誕生日おめでとう。なんか私今月誕生日だからさ、これはしんどいわ。そんなことされたらって思うと。うん。別に無理。明日もこれ好きだったら、え、いくらぐらいみたいな、半分ぐらい出そうか。そしたら飛ばなかったかもね。あ、そうです。まちゃまちゃ。ね。明日多分言っちゃうタイプだからそういうの。うん、ちょっとね。なるほどね。そう。はい、次、ペンネームひなちゃんからです。はじめまして、 YouTube 企画を拝見して送らせていただきます。ありがとうございます。最近ヒリコを入れたのですが、賭けを返し終わった最終日、他のホストの宅のマイクで、ヒリコは、いや、ティリは安い飾りと言われてしまい落ち込みました。号泣。結構他の体育のマイクが聞こえたりするのできついです。 YouTube いつもより楽しみにしております。もうこれに関しては、もうまずホストクラブに行ってること自体が、ホストクラブに行ってちゃんと金払ってることがすごいし、その中でも高級ボトルというヒリコとかティリベを入れることがすごいから、こんなのね気にしなくていい。なんかね、よく言うけど、なんかシンデレラ飾りじゃねえとか言うけど、そんなのみんなの自由だし、ヒリコだって中身はだって水だよ。水、そもそもね、そもそもね、そもそも中身は水なんだよ。でも20万とか10万とか15万とかでも、担当さんとかと可愛く思い出に入れたいからって言って入れるものなんだから、思い出だから、それはねとやかく言う必要はない。でマイクに関してはやっぱ聞こえちゃうかもしれないけど、そんなの全然気にしなくていい、他の宅のマイクなんて。てかそのホスト、なんかちょっと自分を見せようとして器がちっちゃいね。担当さんが喜んでくれて、ひなちゃんが楽しめて、ひなちゃんもいい思い出になったのが一番だと思うから、いいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次、匿名ちゃん。ストレスを感じたホストの言動。めちゃくちゃ営業かけられて、翌日健康診断のため水すら飲めないことを伝えたところ、それでもいいから来てと言われ、自分のことしか考えてないと思い呆れました。これは本当ですね。これはやばい。まあよっぽどなんかその子なんて売り上げなかったというかさ、詰まってたんだろうね。だって翌日健康診断だったらさ、今日早く帰って寝なよとかさ、営業かけるのいいんだけど、それに見合った行動してから営業かけるって私はマジで思いますけどね。そんな簡単にいくわけないじゃん、その1万円が大事なのにさって思います。はい、失礼しました。次、ペンネームももちゃんだほうからさんのお便りです。葵ちゃんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画を拝見してます。ありがとうございます。私はそううつ持ちなのですが、そう状態の時に仕事を頑張りすぎて鬱になった時、今の担当にそれってそううつじゃなくて単に闇癖がついてるだけやろ、ももちゃんほうはそういうとこがあるからなと言われて、しばらく立ち直りませんでした。
そしてその後大喧嘩したのですが、仲直りした後に小声でモノちゃん方のこと信用するのはほらしくなってきたと言われ、本当に腹立ちました。これはやばいね、その放送普通にやばい、やばいよ。なんか相うつの人見たことがあるのね、うん、介護の仕事をしてる時に、うん、亡くなる一歩手前だったんだけど、レベルが全然違う。本当にやってる行動とかが、なんかブロン飲むとか手首切るとかそんなレベルじゃない、病んだ時は。だからなんかそういうことを理解してくれない人が周りにいるのはちょっときついよね、やっぱり。しかも好きな人にそれ言われたらさ、絶対しんどいじゃん。病気に対しての理解がまだ追いついてない。そういうことだね。全然気にしなくていいと思います。はい、次ですね、ペンネームふっちゃんからです。最近センスを感じた放送の言動、悲しかったって感じですが、最近あなたと会っても楽しくないし、これからも楽しい思い出作れなそう、そろそろお別れしようかなと思ってるって言ったら、オッケーお疲れって返事が来た。ごめんごめん、笑っちゃった。違う、なんかさ、想像できるよね。オッケーお疲れみたいなさ、私ってそんなぐらいだったのって私思っちゃうけどね。うん、でもこれってさ、なんかさ、最近あなたと会っても楽しくないしってちょっと引き止めてほしいのかなって思っちゃう、そういうこと言うってことは。私は引き止めてほしいからそういうこと言っちゃうタイプだったんだけど、かまってほしいしね、うん、それでなんか相手のさ、それで引き止めてもらって、相手のなんか自分のことに対してどう思ってるかが分かるじゃん。でもこれはマジでない。 OK お疲れはやばい、普通に。悲しいよ普通に。はい、じゃあ次、匿名ちゃんからです。これ最後ですね。クイックでもいいからおいでよ。ホストから言われた言葉に違和感というかストレスを感じました。捉え方の問題かもしれませんが、1万でもいいからって聞こえてしまって、その1万稼ぐのだって頑張ってるのにってなりました。なるほどね。クイックっていうのがホストクラブの、あのお店によるんですけどありまして、お値段もちょっと店によって変わるんですけど、だいたい1時間1万円で、まあこれも店に変わるんですけど、その缶物ついてきたりとかするんですね。で、1時間1万円でちょっと楽しく飲めますよってメインフロアでっていうものなんですけど、まあでも1万ってやっぱ結構大金だしさ、いやまあね、もうちょっと言い方があったと思いますね。会いたいとか言ったフレーズをね、絶対入れた方がいいと思う。それだけでね、女の子は嬉しいからね。はい、ということで今回ね、たくさんの、DM いただき誠にありがとうございました。めっちゃ嬉しい。ツイッターでね、つぶやくとみんながちゃんとリツイートしてくれて、いいねもしてくれて、DM もくれるという、で、YouTube の企画がね、ますますね、潤っていくということでね、これからもね、YouTube の企画めちゃくちゃ募集していきたいと思いますので、ぜひ、皆さん、匿名でもね、大丈夫なので、もしよかったら、DM ください。よろしくお願いします。で、今日はね、みんな共感する部分がいっぱいあったと思うんですけれども、ホストクラブね、こういう人もいるかもしれないけど、楽しいと思うので、ぜひ遊びに行ってみてください。それではまた見てね。バイバーイ。眠くなってきちゃった。半乾きでもいいよ。どういうこと？